国剣岩ゆかは、日本の実業家、株式会社インディゴモヒコーカストラ、代表取締役社長。元株式会社、ホリプロマネージメント第二事業部プロダクション2部所属の、チーフマネージャー。東京都出身。東京工芸大学短期大学部、画像技術科グラフィックデザインコース卒業後、TBS ラジオの情報キャスター、ベトナム留学を経て、 帰国後立命館大学政策科学部の三年時に編入。2001年に卒業後、株式会社ホリプロに入社、マネージャーとして活躍。入社後三年で、ユンソナと平山綾をブレイクさせ、スターにし、チーフマネージャーとなる。ちなみに、ユンソナからは、ゴケちゃん、平山からは、ゴケさんと呼ばれている。2009年には、 同社創立50年事業のオーディション企画、キャンパスター h 5 0 w i t h m ズ n ン n、no、ノの実行委員長を務めた。2019年3月に株式会社ホリプロ大社。翌年2020年6月、株式会社インディコモヒコーカストラを設立し、代表取締役社長に就任。だ、イスキナゴケちゃん。ユンソナオフィシャルブログ。2014年9月29日閲覧。 ぐる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 目が回る。平山あやオフィシャルブログ。2014年9月29日閲覧。会社概要、代表者略歴。株式会社インディゴモヒコーカストラ。2021年1月14日、閲覧。ありがとうございます。